はい、こんにちは、ガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今ね、以前ね、ウグイの大群がいたね、琵琶湖でも有数の河川、知内川というところに来てます。で、ここはもう今ね、採捕禁止なんですけども、あそこに矢穴と呼ばれるね、この前来た時はまだ設置してなかったんですが、今準備をしているところです。で、大きなね、定置網ですね、一段あそこに柵を作ってね、そういう魚が上がってきたところを捕まえるということですね。で、これは今落ちてくる魚というよりも上がってくる魚を多分捕まえる時のシーズンなのかな、はい。で、今覗いてみたら、ニゴイがね、今もうここにいっぱいいます。で、あそこにウグイの群れがね、今もいるんですね。で、ただもね、ここ今も、あんま入るわけにいかないんでね、水中撮影ももうウグイはね、断念しますそこにいっぱいいるんだけどね、300匹ぐらいの群れじゃないかな。で、その周りにニゴイがね、この前も一切ニゴイ入ってなかったんですけども、もう琵琶湖から上がってきてます。はい。で、今ニゴイね、いっぱい映してたら、結構ね、もう活発に追い星がね、綺麗に白い斑点がね、いっぱいつくんですけどね、そんなニゴイがたくさんここにいます。で、時折ね、こうブワーッと追っかけていったりしてね、やってますね。で、やっぱオスが一生懸命ね、なんか強気になって一生懸命追いかけてるという感じにね、映像がたくさんあるんで、それをね、せっかくなんで見てもらおうかなと思ってやってます。で、それからあと今この下もちょうどそうなんですけども、その辺ですね、今そことそこにアユの、群れがたくさん来てます。でも実はそこがもう琵琶湖なんで、もう200メートル300メートルのところにね、もう実際もっと上にももうアユはね、あのウグイの時にからもう入ってきてます。でもうだんだんね、こう大きくなるともう先頭を切ってね、河川に入ってくるアユたちがいるんですね。で、これは多分この夏で、ね、梅雨、そして、初夏、そして夏を越す頃にはもうすごいでかいね、アユたち、大アユになってくるんじゃないかなと思います。で、襟に入っているようなね、アユたちは小アユといってね、琵琶湖を主に生活してプランクトンを食べるんで、そんなに大きくならないタイプのね、アユたちもいるんで、その辺もこれからね、追っていきたいなと思います。いや、春はすごいです。もうね体がいくつあっても足りないぐらい、いろんなとこ行かないとね、もう映せないんでね、すっごい大変。ただね、これもね、決して苦の大変じゃないんで、もうなんかもう幸せをいっぱい感じながらガサガサしてるなっていう感じですね。でも自分がこう網をつけなくても、もううわすごいねそうですね。で、僕がね、いつも紹介して、おすすめしているガサガサっていうのは、何もね、タモ網やト網だけでね、実際直接魚を捕まえることだけではなくて、こうやってね、もう魚そのものを、何もしない状態でね、見つめるとこれもね、僕はガサガサやと思ってるんですね。で、こういうのを積み重ねていくことによって、実際玉網持った時、それから玉網を持っていつ行くのか、そういうのもね、すごく役に立つし、そのスキルアップにつながるって僕は思っていて、実際つながってると思います。なので、もう本当にね、一つ一つね、いろんな楽しみ方が多分あると思うんで、それをね、やってもらうと楽しいんじゃないかなと思います。いっぱいもアユもニゴイもニゴイすごい数だね。まだ下にもね、実はいっぱいいるんですね。ウグイも下にね、今あそこにウグイの群れがあります。で、その後ろにニゴイもいるしね、そこはアユももう来てるし、ニゴイもいるし、すごいよ、もう本当にどんどん来るね。うわ、ウグイ来たね、ウグイいるよ、もうすぐカメラ入れたいな
でもまあウグイはね、襟のでも入ってるんで、少ないですけどね。大きな同じ今カフェに入る産卵タイプのウグイたちが紹介できたと思うんで、ぜひ見てもらえると嬉しいです。ということで、もうすごいです、マジですごいです。もう春をバシバシバシ感じてます。でこれは別にその琵琶湖だからね、そんなすごいんちゃうって思うかもしれないんですが、そんなことはなくて、どこの都道府県に行っても、それぞれ春を感じさせるね、まあそういうこと、春だけじゃなくて、四季ね、全てにおいてなんですが、それぞれの季節でね、たくさんいろんな魚が動き始めたり、活動を休止し始めたりとか、いろいろね季節によってあると思います。でそれがねもう1週間単位ぐらいでね、どん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 ね目まぐるしく変わるんで、うちの近所の川は鯉とうなぎと船ぐらいしかいないよと、その3つでいいじゃないですかって僕は思うんですね。その鯉を一生懸命観察する、で船がどうやって産卵入ってくるのかなとかね、どこでこの汚い川のどこで産んでんだっていうのをね探してもらうと絶対あるはずなんですね。でそういうのをね観察して追っていくとすごい楽しいんじゃないかなと。うわあそこウグイが来たよ、綺麗にね赤く染まってるラインが上からも見えますね。映したいけどここはちょっと我慢します。ということで今日はちょっとね、観察だけだったんですけども、まあとうとうね濁りも登ってきましたというね報告でした。それでは最後まで今日も見ていただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。すごい、うわウグイも行っちゃった、この下やな。あ、来た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 、ウグイが来ましたよ。釣ってるかな、いっぱいいます。これは100匹ぐらいの群れかな。濁りもね間に入ってるね。いやーすごいね、すごいです。